カオス族は、アメーボゾアに属する大型の原生生物の族である。単に、カオスとも言う。アメーバ様の単細胞生物である。単細胞生物としては大型で、細胞の大きさは1から5ミリメートルに達する場合も、ある。アメーバ族に近縁であり、両族は多数の円筒状の家族を伸ばすなどの基本的な、形態的特徴が共通する。相違点としては、 アメーバ属の細胞核が単核だが、カオス属は多核である。代表種 C イカロリネンシスは、以前は同じ多核アメーバであるペロミクサ属に分類されていたが、この属とは特に類似しているわけではない。細胞の形態は不定型、加速によって移動する。細胞壁などはない。細胞質は内ただしと外質の2層に分けられる。内ただしは流動的で、 多数の細胞核、下流、食法などを含む。外質は、内質よりも粘性が高く、透明で、下流などを含まない。他の多くのアメーボゾアと同様、カオスは、従属栄養性であり、食物を取り入れて消化し、エネルギーを得る。カオスは、バクテリアや真菌、他の原生生物やワムシなどを捕食する。主に不肉食なので、 そのような餌を得やすい淡水の皆そこに住んでいる。ありがとうございます。